黒皇帝編は約2年稼働したゲームアンリーシュブレイディング最後の物語で、原作でも描かれなかったムーンクレイドル編の先、アンダーワールドの未来につなぐ物語が描かれた。異界戦争が終わった後、人界と暗黒界は和平に向かっていくが、キリトを王とするのをよく思わない皇帝たちがさらなる戦争を仕掛けた。この戦争に決着はつかず、200年後まで遺恨が残っていて、黒皇帝編はそんな200年後まで続く皇帝たちとの戦いを描く。ロニエとティーゼは整合騎士になって、セルカとフレニーカは新聖術師団に入って、わずかながら原作より先の展開も見ることができた。一番面白かったのが死者の復活について。黒皇帝編では皇帝派の敵がミニオンを形成し、それをより代にして蘇る禁断の新聖術がムーンクレイドル編と同じく描かれ、非道な新聖術ではあるけど、シルビーの両親とかベルクーリとか結構泣ける蘇生が描かれた。物語は小説形式で挿絵もあって、ゲーム公式サイトに残っているので、ぜひ読んでみてほしい。